はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。ミニミニトーマスの第3弾です。はい、フィッシャープライスから出てるね、ミニミニトーマスってやつだね、トーマスのちっちゃなフィギュアなんだけど、今までね、第1弾、第2弾と買ってましたね。こんな感じで集まっておりますけども、なかなかね、クオリティいいんでね、そしてすごいバリエーションが豊富、いろんな仮装をしてたりするから、見てて楽しいんだけど、もともとはですね、ミニーズっていう、フィッシャープライスから出してるフィギュアだね、でそのものすごいラインナップで、それを日本のトイザラスが、3分割して、第1弾、第2弾、第3弾と出してるわけですね。はい、ということで、3弾なんだけど、これをね、フルコンプするっていうのはね、まず無理です。無理だから、まあね、なんかいいのが出たらいいなっていう感じかな。そうだね。ということで開けていきましょうか。はい、はい、じゃあ、5パック今回ありますので、全部開けていきましょう。はい、はい、1パック目、はい、エジ君ボロッと出します。はい、じゃあいきますよ。はい、はい、せーの、ボロン。違うね。ラインナップ表でした。じゃあいくよ。はい、ボロンと。おっ、あ、これあれだね、ソルティだね。お、ソルティ、モノクロのソルティだね。いいね。一瞬でもなんか分かんなかったけど、ちゃんとね、これソルティって書いてあった。本当だ。よかった。二パック目いきますね。はい。これは出していくよ。ゴロンっていくよ。ゴロンと。お、エミリーだ。懐かしい。あとでじゃあ細かく見ていきましょう。はい。じゃあ三パック目いきますよ。はい。じゃあゴロンと。ゴロンと。あら、おお。まさか。センサー。海賊スペンサーだ。これいいの出たよ。うん、4パック目いきますよ。はい、よっ、ゴロンと。お、あ、ヘンリー、ヘンリー3番って書いてある。ヘンリーのなんかすごい機械っぽいやつだね。ブリキのおもちゃっぽいんだ。じゃあ最後の5パック目いきます。大きいの出てほしいね。いくよ、せーの、トマスがいいからやっぱ、トマスが欲しい。せーの、ゴロン。はい、ということでこちらが2個目に出たエミリーだね。これはノーマルエミリーですね。緑色の普通のエミリーです。でも可愛いね。このミニトーマスなかなかいいんだよね、できてるね。はい、続いてこちらが海賊スペンサーだね。顔がすごいよね、なんかね、結構片っぽ目がつぶれちゃってるけどね。そうだね、なんか赤い感じ、機械っぽくなってんだね。すごいな。すごい、これ機械か、海賊じゃないのかな。なんか機械や、サイボーグになってるね。サイボーグスペンサーだこれ。4個目に出たのがヘンリーだね。ヘンリーだけど模様がなんかね、おもちゃっぽい、ブリキのおもちゃっぽいヘンリーだね。いいね、車輪金色。そうだね。そして最後に出たのがこちらのパクストンですね。パクストンも普通のノーマルタイプだな。前ウィンターパクストンが出て、これはね、真っ白だったからね。そうだね。こんな感じでございます。ちなみにこちらのミニミニトーマスは連結して遊ぶこともできますね。そうだね。こんな感じでつないでおいて発射することもできるね。そうだね。割とスムーズにね、動くからいいんだよ、これは。そうだよね。それで輪っかにもできるんだけど、この全種類。ああ、そうだ、全部つなげてみようか。はい、あ、こんな感じだね。おお、すごい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 、あ、取れちゃったけど。取れた、すごい、いいね、いいね。こんだけいっぱいつながってると迫力あるな。あ、ちょっと変形させて発射したりもできるのかな。じゃあ、割としっかりできてるから、なんかね、これのコースとかが欲しいぐらいだよね。はい、ということで今回はミニミニトーマス第3弾でした。